アンクル船長の館は、かつて、広島県尾道市、浦崎町境が浜に存在した、柳原良平の資料を集めた私立の博物館。2009年9月末をもって閉館された。常石ホールディングスの子会社であるボアドアーミロクの里が運営管理していた。常石造船、常石工場のすぐ側の小高い丘の上に立つ、博物館。地上を2階建て。 もともとは、常石造船が北欧から呼んだ船の設計士のための宿泊施設だった。1986年、常石造船が弥勒の里に版画工房を作り、柳原にリトグラフの制作依頼したことで、柳原が弥勒の里に通うようになった。1994年2月の工房の火災で、作品が消失したことを機に、その宿泊施設を改築し、 柳原個人が保有して、難を免れた作品やサントリーから提供された資料を展示するアンクル船長の館として1995年9月22日に開館した。柳原のスケッチリトグラフ、絵画の他に、海外旅行先で集めた船の模型や船の装飾品、玩具や魚のコレクション等が陳列されており、2階には、 柳原の自宅からそっくりそのまま持ち込んだアトリエが再現されていた。トリスバーも再現されており、トリスのハイボールがいっぱい無料で提供され、1960年代に放映されていたトリスウイスキーのテレビ CM、当時の新聞広告やその原画を見ることができた。2009年9月30日をもって、常市ホールディングスの諸事情により閉鎖された。柳原も、 その閉館を惜しんだ。展示品の一部は、大阪府大阪市住之江区にある、大阪市立の海洋博物館、何わの海の時空館に移設された。ありがとうございます。